ニューヨーク市地下鉄 R160 系電車はニューヨーク市地下鉄で使用されている通勤系電車である。この電車は製造会社の違いにより R160A 型と R160 バイト型の2種類に分けられるが、ほぼ共通なため本校で一括して取り扱う。大型車両の走る B ディビジョンの車両を置き換えるために製造された。 フランスアルストムで製造された R160A 型と日本、川崎重工業で製造された R160 バイト型からなるグループである。2019年現在1662両が在籍し、ニューヨーク市地下鉄の中で最も製造数が多い形式である。このうち4両編成93本と5両編成126本の合計12両が アルストム製の R160A 型5両編成132本が、川崎重工業製の R160 バイト型となっている。なお、R160A 型に関しては、さらに細かく分類され、4両編成のものを R160A-1K、5両編成のものを R160A-2K と呼ぶ。川崎重工業が参加することになったのは、 本系列の仕様がすでに運行していた同社製の R143 型車両との互換性を求められたことや、アルストムが NYC 地下鉄との取引が初めてであったことによる。なお、アルストムは本社のあるフランスにおいてのステンレス車両の製造を1994年に中止していたため、ステンレス車両の製造設備かつ安価で豊富な 労働力を有する同社のブラジルサンパウロ州のラパ、工場において、車体を製造することとなった。2002年に契約が締結され、2005年には、両社の試験車両が納入された後、2006年から、量産車が納入されて、同年8月17日に営業運転を開始した。 R160A 型、R160 バイト型ともに、ステンレス製18.5メートル級の車両で、片側4つの両開きドアを持つ通勤型の車体である。前面は黒く塗ることで、運転席の窓を大きく見せる視覚的な工夫がなされており、上部には走行路線を表すアルファベットや数字を表す LED 式の表示器が、下部には、 衝突事故で衝撃を軽減することを期待してアンチクライマーが装備されている。連結器は電気連結器付き密着連結器を採用している。落書きを防ぐために側面には一切の飾り帯が貼られていない編成がほとんどだが、ラッシュ対策を実施した一部の編成は紺、白、黄色の飾り帯が貼られた。 紫色のプラスチックのベンチのようなロングシートで構成され立ち客用として車内に握り棒が設置されているが釣り革は設置されていないその後一部の R160A 型にて混雑時の座席格納改造を施した車両では金属製の釣り革が装備された客用案内装置として LED 表示による行き先と次の停車駅を 案内する装置が備え付けられている。伝送品は R160A 型がアルストム製、R160 バイト型は初期車がアルストム製、後期車がシーメンス製である。台車は第3機情報式対応で終電物を持ち、R160A 型を含めて全車両が川崎重工業製のものを装着する。 車番8396はフォリングの試験車両となっている。通常は2編成を連結した8両編成、もしくは10両編成で用いられており、以下の路線で運用されている。ニューヨーク市地下鉄からの初受注となったアルストムであるが、量産先行車を納入期限に間に合わせられなかった上、量産車についても月に200両から400両を納入できるとしていながら、 実際には80両しか納入できなかった。最終的には製造設備を増強して対応したものの納入完了は予定より7ヶ月遅い2010年4月になった。このためアルストムは1両1日につき200ドルの医薬金をニューヨーク市交通局に支払うことになった。ありがとうございます。